尖閣周辺で中国の動きが近年活発化しています。今回尖閣周辺について詳しく見ていきます。レーダーオフで艦艇を入れ替わる、そんなことを中国は行っているんです。ちょっとせこいやり方ですが、中国ならやりかねないですね。常識が通じない。世界中が新型コロナウイルス対応にてんてこまいの最中だというのに、尖閣諸島沖で中国海峡局が怪しい動きを繰り返していることは皆さんもよくご存知だと思います。しかし艦艇がある一定の時間にレーダーをオフにしているという専門的なことまで知ってる人はあまりいないのではないでしょうか。今回はこの事実について詳しく見ていきたいと思います。事件は2021年4月2日発生しました。日本の領土である尖閣諸島周辺海域に中国海峡局所属の公船2隻が侵入したのです。尖閣諸島は日本領ですから、周辺海域は言うまでもなく日本の領海です。つまり中国公船は領海侵犯したということになります。この中国公船は翌日4月3日にこの海域を出ましたが、約26時間の長きにわたって日本の領海に居座り続けていたということが報道されました。またかよといった感じですが、この2隻の中国海峡局公船は尖閣諸島周辺海域で操業中の日本漁船に接近しようと見受けられる動きがあったので、海上保安庁艦艇が監視を続け、同時に中国側に退去警告を継続していっていたといいます。それでもなかなか出て行こうとはしなかったということですね。ところで中国海峡局公船の尖閣諸島周辺への領海侵犯は3月29日にも今回と同様2隻で行われました。この時にも日本漁船2隻に接近する動きがあったので、海上保安庁の艦艇が阻んでいます。なぜこうも頻発に中国は自国の公船を尖閣諸島周辺海域へ侵入させるのでしょうか。それは尖閣諸島は自国の領土という主張の既成事実化を企んでのことだと推測されています。個人的には推測というより断定してもいいんじゃないかと思われますけどね。これに関連して気になることがあります。2021年2月に中国海峡局法の改定がありました。それによると中国側が必要と判断した場合、武器使用のハードルが引き下げられたのです。つまり中国側の判断で外国籍の艦船であっても武器を使っても OK ということになったわけです。この改定は国内法ですから国際的には通用しないと思うのですが、相手が中国ですからね。国際法もねじ曲げかねません。またここ数年で増えている状況があります。それは尖閣諸島周辺海域に侵入してくる中国公船が水上レーダーも対空レーダーも切ったままで行動しているということです。レーダーオフのままで航行して日本領海に侵入したら即オンにするという運用をしていると言われます。スイッチオンオフの切り替えという面倒な動きをする理由ですが、日本の自衛隊やアメリカ軍等に中国艦艇が尖閣諸島の付近海域へ出入りしたことを知られないようにするためと考えられています。レーダーを入れていれば相手、この場合は日本やアメリカのレーダーに捕捉されてしまい対抗行動に移られてしまいますよね。だからこっそりと隠れて侵入し、領海に入ったらスイッチを入れるということでしょう。なんとも
卑怯で悪どいやり方と感じてしまいます。レーダーを使わないで艦艇が航行するということは、艦の存在を知るには目視に頼るしかないということです。ということは、侵入した尖閣諸島周辺海域にいる日本漁船や他の艦艇との衝突する危険性が高まることも意味しています。しかも中国側の艦艇の一部には日本の艦艇用の民生用レーダーを搭載していると言われています。わざとこのレーダーを稼働させることによって、日本籍の艦艇のふりをする自分たちが中国公船であることを隠すという意図があるとも考えられているのです。と言っても試験ですが、こうしたアナログ手法で自衛隊やアメリカ軍のレーダー網から逃れようとしてもかなり無理があると感じます。ということは、こうやって撹乱行動を行っているという事実を見せつけることが目的なのかもしれません。こうした尖閣諸島海域での行動とは別に、中国は4月3日、航空母艦遼寧を中核とする艦隊を沖縄と宮古島の間の海域を通過して太平洋に進出させました。この艦隊の総数は6隻と言われています。この遼寧は、中国海軍においては練習用空母というポジションにあるそうですが、今回は日本の領海や接続水域への侵犯はありませんでした。ちょうど1年前の2020年4月、これと同じルートでの航行があったということも記憶している方も多いのではないかと思います。2020年4月といったら、アメリカ海軍の原子力航空母艦で乗組員に新型コロナウイルスの罹患者が発生したため、隔離治療が必要として、一時的に太平洋地域には活動できるアメリカ空母が全くいないという、いわば異常事態の時でした。その状況を見た中国が、鬼の犬間に、尖閣とばかり、遼寧などを、これわざと太平洋方面に展開させたとみられ、当時は大きく報道されました。最近の中国は、一時的に中断していたと伝えられていた新型航空母艦の建造を再スタートしています。新母艦は、遼寧などとは異なり、電磁式カタパルトを装備した固定翼機を運用できるタイプになると推測されています。母艦に続く艦艇には、原子力推進機関の実用化を進めていると思われますし、目標である、航空母艦6隻の構築を確実に進めていることが確認されています。中国海軍がこうして増強しつつある現状に対して、2021年4月8日アメリカ上院の外交委員会が戦略的競争法と日本語訳される法案を提示しました。これは中国への新しい対処方法を打ち出したものになったようです。内容としては、日本や韓国との同盟をベースにして、安全保障だけではなく、経済的な協力関係を堅持することが述べられていて、世界の注目を集めているようです。日本にとっては、中国の脅威にさらされている尖閣諸島について、日米安全保障条約第5条の適用対象であることが明文化されているので、非常に重要な意味を持つ内容になっていると言えましょう。アメリカのお墨付きをもらったということになるでしょうし、ただしアメリカに対する義務も重くなりそうですが、対中超強硬派だったトランプ大統領を破って2021年1月に誕生したバイデン新政権は、中国より政策を採用する可能性があると思われていたのですが、今回の動きを見ると、それほど甘くはないと感じられ、日本にとっては少し安心したといったところでしょうか。しかし、例によって、中国政府は、この戦略的競争法に対して、
強硬に反対する姿勢を素早く表明しています。そして、ウイグル問題にも踏み込んだこの法の趣旨に対しては、ウイグルは中国領。それに対する意見は、主権侵害を、声高く主張しています。南シナ海領有権の主張も、相変わらず続けている中国は、譲歩する姿勢は、全く感じられません。今後も、尖閣諸島に対する圧力をますます強めてくることは、残念ながら、間違いないでしょう。日本もそれに対応する策をあらかじめ考えておく必要がありますね。